ボールポジションはカーナンバー22、戸平健二スカイライン。2番手はカーナンバー19、河合博之 GTSR。 3番手はカーナンバー3、土屋圭一 RX7。 JSS スーパースポーツセダンレーススタート。1コーナーを制したのは戸平健二のスカイライン。土屋選手も好調な滑り出し。カーナンバー22、戸平選手のスカイラインは序盤からレースをリード。ベテランらしいドライビングで安定度はピカイチ。ストップザ戸平がこのレース参加ドライバーたちの合言葉である。突然のピットインは期待された GTSR。 1周終えたところで早くも無念のリタイアとなってしまった。2周目のヘアピン、土屋選手は見事なコーナリングで川崎選手の RX7 をパス、2番手へと上がる。トップ快走の戸平スカイライン。セカンドグループは土屋、川崎、長島の RX7 勢が続く。ストレートの伸びが今一つの土屋選手、3番手へとポジションダウン。さてこのレースはもともと GC のサポートレースとして行われていた。今年は筑波での一戦も加え全5戦で争われた。またフォーミュラーとは違い、こちらはフルチューン仕様。 DOHC は 3500cc まで、 SOHC は 4000cc まで、ロータリーは 3000cc まで。それだけに各マシンのセットアップが非常に大きな意味を持ってくる。土屋選手、カーナンバー30の長島 RX7 にもパスされポジションダウン。しかしドリキン土屋の意地を見せ、各コーナーで激しいアタック。しかし再びストレートで長島選手にパスされ4番手へと落ちる。さらに土屋選手はカーナンバー26、杉山選手のスカイラインにもパスされ5番手。土屋選手は3位以内に入賞すればシリーズチャンピオンが確定するだけに、何としても上位進出を狙いたいところだ。土屋選手、ストレートでのハンディをコーナリングで何とかカバーしようと必死の走り。シリーズチャンピオンに向けて激しいバトルを展開する。両雄の鈴木金次選手は前を行く杉山選手のスカイラインと接触し、ボンネットとバンパーを損傷。土屋選手、再び杉山選手にパスされ5番手。そして今チェッカー、戸平健二優勝。そして土屋選手を逆転しシリーズチャンピオン決定。来年もまたストップザ戸平が合言葉になる。